はあ、コントロールが複雑になってるね。皆さんこんにちは、プラノイドルコーサカキノンです。今日も始まりましたの県中継。今日はですね鉄道模型行きたいと思います。めちゃくちゃ今テンションが上がってるの。さっきまでずっと鉄道模型撮ってて3本目っすこれだからテンションがおかしいから気にしないでね。そうそう、盛り上がってきた鉄道模型。今回はですね、これすごいシンプルなあったレールを今組んでるんですけど、これを使ってちょっと遊んでみようかなと思います。こちらはですね、なんか普通のコントローラー、今までのスターターセットに付いていたコントローラーよりもなんだかごつくありませんかということで、これなんか電車でガオ的なあれができちゃう、運転手さんになれちゃうコントローラーでございます。ということで、もうね、説明しながら開けていくせっかちなやつですけど、よいしょ。あ、違う、かっこいいやん。え、すごい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 。え、すごい。ちょっと、あら、ちょっとこれ、見てくださいな。こんな感じです。あの、そう、コントローラーがもう全然、あ、すげえ。なに今、見た、聞いた、これ、なにこれ、レバーついてんじゃないの。え、でもなんか、わかんないよ、わかんない。前までのコントローラーは、こんな感じだったんですよ。本当に、速さを調節するやつがこうやってついてて、前に行くの、後ろに行くのっていうのをこう選ぶだけだったんですけど、こっちはなんだか、ダメ決めじゃん。え、速さだけじゃなくてなんかあるけど、これは何なんだろう。え、わからん。え、わからん。EB と B と N と P って書いてある。何これ。説明書、わからないときは説明書。もうね、鉄道模型は本当に説明書にお世話になっております。あまりにわからなさすぎてお世話になっております。どれだろう。パワーユニット、これかな。各部と名称の働き、パワーインジゲーター、パワーインジゲーター、電源を入れると緑になる。ほうほうほう。で、スピードコントロール、あ、え、こっちはライト用なんだね。で、こっちがスピードコントロールなんだって。だから来るじゃなくてこう上げ下げで変わるんだって。へえ、まあ、実際やった方が早いよね。オッケー。なんか動かしてみたら分かる。電源がこれで、お、すごっ、パワーレベルとか書いてある。あ、あ、あ、はあ、すんげー、なにこのライト。え、やば、なにこれ、わかんない。 N ってニュートラル、わかんない。 P ってパーキングなわけないな。なんだろう、減速、わからん。 B ってなに、 BB ってなに、エクストラ B みたいな読んでしょ。 E はきっと B、 B、バック、違うな。パーキングにバックにニュートラルじゃ走れないじゃん。けど、なんか、めっちゃこのパワーレベルっていうのが、これ、ライティング変わる。すごい。で、ここが、これライトの強さを調節するらしい。ということで、今回、ちょっとドクターイエローじゃない、ちょっと、はい、使っていこうと思います。これはですね、私、岐阜県が出身なんですけど、岐阜県でもよく見かけていた、はい、これが、今だと東海地区の電車になってるんだけど、もともと中央線かなんかだったんじゃないかな。似てるんだよね、すごくね。オレンジラインの車両でーす。じゃあこれを使って走らせてみようかな。よし。これが、まだ全然私にはうまくできないから、これを絶対に使う。いいよ、滑りがいいよ。で、この重たい、あー、ちょっと待って、取れてった。これ、え、やばい、取れてってる。あ、え、どうなってんの。あら、取れちゃったの、それともこれなんか折れちゃったの、わかんない。初心者すぎ。あ、はまった。嘘、はまったけど、これ後ろくっつけるやつがないんじゃない。3両つなごうと思ったら、つなぐところが外れちゃってた。悲しいから2両でやろう。いいんかいっていう。いや、その辺はもうポジティブに。あらあら、
なんかこの、なんかこう接続するこれ、このこれは L 字みたいなところなんですけど、が外れちゃった。え、これどこに差し込むの。え、いや、差し込むだけなのかな、折れたのかな。え、どういうことよ、教えてよ、詳しい人たち。え、ちょっと待って、もう一回見よう。え、これが、あ、やっぱ折れちゃったんだ。え、接着剤持ってこれば終わった話やん、これ。こんだけやん、これ、こんだけの話やん。ということで、今日はちょっと持ってないから、まあ、モーター車と前の車両があればなんとか走るでしょう。よし、ちょっと2両編成ワンマンカーみたいになってきた。ちょっとね、地元感出ますんで、で、ちょっと走らせてみようと思います。それでは電源をオン。これは前後ろだね。前に入れて倒したら走ってんだ。あれ、走んない。ほら、走んない。あれ、先頭車がないと走らないとこかな。これはライトだけど、わかんない。また毎回この車両が最初乗るとわからない罠。最初って遅いんですか。あの、詳しい方コメントに書いてください。全然わかんなくてほんとごめん。え、これはもしかしてこっちがないと走らんとか。いや、前後ってそういうのじゃないもんね。電源、あ、私気づいた、ここ繋げてない。そら走るわけないじゃん、これ。これ忘れてた、ちょっと。このコントローラーいじりたさすぎて、これちょっと絶対走るわけないやん。ちょっと大丈夫、私コメント書かなくても大丈夫です、解決しました。まあ、でここら辺にこうね、えいやって差し込んで、これはもういけるんじゃない、さすがに。動いとりますやん。それもなんかバッグに入れたままなので、ちょっと戻します。あ、仕方ないか、行きます。こっちじゃない、あ、もうさっきまでの、あ、そう、普通のコントローラーのくせこっち回すよ。これはライトの問題だよね。うん、ライトね、うん、ライトコントロールだから別にあってもなくても。あ、でもこれライトコントロールちょっと回さんと電気流れんのかな。回ってしまう。お、先生、説明書先生教えてください。ちょ、わかんないです。あれ、とりあえず繋がったわ。繋がったんだけど、ディレクションスイッチは進行方向、これね、うん、これね、これはそういうやつね。 OK よ。で、前後ろ選びます。で、サイドコネクターは切り替えのやつがあるときだけ。で、これ、点灯、上点灯用アジャスター。これね。だから、これは、あれ、でもこれで走っちゃうんだけど、どういうこと？待って待って。接続まではいけたわ。接続まではいけたのよ。で、これはこうしとくのがいいの？ハンドルを前後に倒すことで、車両の走行スピードをコントロールします。手前いっぱいに倒すと、最高速。手前か。え、じゃあ今だと、あれ？待って待って、わかんないぞ。操作方法、操作方法その1、これ、はい、スピードコントロール ED の位置にします。一番上ね、これ、ディレクションスイッチが丸の位置、真ん中にあるのを確認して電源を入れます。あら、なんか最初の時点で間違いになること？電源をこれで入れます。で、緑のコントロール表示と赤いランプが点灯します。これね。うん、したわ。で、2番。ディレクションスイッチを前後ろ。今の状態、後ろ向きの方がよく。で、スピードコントロールをこれで動かすと、これが動くと。ほうほう、合ってますね。なんか難しいこと書いてある。加速モードについて。電圧。12V とか何十秒とか。もうわからん。理科。理科のやつね、わからん。これが対応したのになります。はい、ほう。で、列車が最高速度になる前にお好みの速度に達した時はスピードコントロールを N だ。こう、そのまま行くよってこと。あ、そういう N らしいよ。
でに入れると緑になって、減速するときがブレーキの B じゃん、合ってるじゃん。で P はパワーがとかじゃないよこれ。で減速でこっちが速くなるってことね。 P P123 で加速しますってこう言ってよ。これこのまま動かない、なぜ、あ、来た来た、キキ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 、2両の可愛らしいけど。で、これ N にすると同じ速さでずっと走る。あ、分かってきた分かってきた、あ、そういうこと。で、これブレーキかけると、お、止まるやん。最初のスタートでこれ点灯しないとダメだから、ライトが点灯してて、で、これどんどん加速していきます。あ、すごい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 、加速していったと思ったら、ニュートラルで合ってるのかな、ピンして同じ速さで走らせる。もっと加速できるの、これ最速高速度っぽいね。で、ちょっと気持ち危ないなと思ったら、ちょっとブレーキをかけて少しずつゆっくりにしてたのね。あ、ほんとだ、ゆっくりになってく。で、もう一個いく、おー、あー、ほんとだ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 、あ、おおおおお、で、この速さで走ろうと思ったらまた N に入れて、はぁ、コントロールが複雑になってるね。お、加速、めっちゃ加速中よ、加速中よ。で、ここからブレーキいきます。3、入る感じができるやつじゃないこれ。スボタンやないか。オッケー。あ、分かってきた。分かってきたので、私はですね、これを使って、このね、ちょうど電源を供給しているここのラインを、ちょっとスタート地点にして、3周走らせてぴったり止める選手権を書いたので、何か言ってるんだろう。とりあえずスタート位置行きますかね。はい、加速しまーす。あれ、加速しません、ね。あ、しゃ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 、ゆっくり。発車します。発車します。なんか車掌さんってこういう喋り方しん？発車します。スピード。スピード上がるね、上がるね。ニュートラル。わかんない、ニュートラルじゃないかも。で、こっから減速してくんだけど、ちょっとあれでしょ、駅に入るの。あ、ちょっとちょっと、ダメじゃん。あとね、EB を使うと一瞬でプッて止まるから、それ使うのダッシュやな。オッケー。ちょっと、じゃあ戻ってください。少し戻って。スタート位置まで戻って。はい。え、難しいんじゃないこれ、意外と止めんの。よし、じゃあ、これが3周したタイミングで、駅がここだと思って、ここに綺麗に止める。オッケー。いくよ。発車します。とりあえず鼻声のイメージがあります。そこで N に変えました。これで一周終わりました。もうちょっと速度出していきたいと思います。これが2周目です。さて、気持ちこれ早いんじゃないかと思うので、ちょっとブレーキをかけ始めたんだけど、待て、いやー、止めれんでしょ。バツ、あっ、超えたダメじゃん。な、え、め、え、1両分超えてしまった。え、むずくない、このコントロール。むずくない。いや、負けんよ。もうこれ戻すのめんどくさいから、こうやっていくよ。よし、それでは行きたいと思います。発車。絶対みんなが似てねーって思ってる。はい、高坂選手、東海道線を走らせて早5分、全然うまくなりません。あ、やばい、めっちゃ早い早い早い、これやばい、ブレーキ先に行こう、ブレーキ先に行こう、ブレーキ先に行こう、ちょい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 、もうちょっと、あー、これもうそろそろ、もうそろ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 、あー、もっと超えてったよ。これってあれですか、むずくないですか。ちょっと待って、とりあえず一
周して帰っておいで。いっか、そっからでも。よし、じゃあここを3回目のタイミングで綺麗に止めましょう。早く出しすぎなんだよね、きっとね。ちょっとちょっと待って、全然全然やばい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 、ちょ早い早い早い、ちょっとブレーキかけていきます。次でしょ、次でしょ、もう無理、ブレーキ、おいと、いけ はい、次の挑戦いきたいと思います。いやー、もう全然ない、ちょっと、めっちゃむずいけど、なんかこれあれよね、カーブの前だけ落として、でまたストレートに入ったらアクセル踏んで、で戻してみたいなのができるってことでしょ。だからそろそろブレーキをかけていかないと、もう止まらない。どうなの、いい感じ、ちょい、あ、そっか、ブレーキかけてゆっくりのまま一回 N で滑らせて止めればいいんだよね。 OK、やばい、真剣になりすぎて言葉が出ない。うわぁ、やばい、あと一周でしょ。ちょっとブレーキかけに行くわ。ブレーキかけに行って、ちょっと遅くなってきたところ、あーいや、これは早いで、ね、むずいね。いや、頑張るの。もう次止まるから、私ちゃんと。いやー、そう思うとあれですね、電車の運転手さんがちゃんとホームを扉と扉の間にきれいに止めてくれるって本当にすごいことなんだね。全然できないよ。さあ、順調に走っています、東海道線。やばい、止められることはできるのでしょうか。本日はご乗車いただき誠にありがとうございます。この、あ、何線だっけ、この、止まるところ、金山岡崎安城、あ、じゃあ安城岡崎、もう思い出せないもんだね、駅名を思い出せ。そして止める気がないのかっていうぐらい、ちょっとあの、この次止めますね。ちょっとブレーキをかけつつ、ちょっと早すぎるのでこうして、でちょっとニュートラルで距離を稼ぎつつ、最後にブレーキで、ダメだダメじゃんよいしょふふよし、綺麗に止めれた、よかったー。いや、なかなかね、このコントローラーで遊ぶのもね、すっごい、ごめんなさい、ズルしました、すみません。はい、難しかったですね、なかなかね。だけどこう、速度を変えてってことは、今回は単純なこう、輪っかのレールにしてみたんですけど、じゃなくって、もっとカーブがきついやつだけゆっくり走らせたりとかっていう、できる繊細なコントローラーなんじゃないかなと思いました。まあ、私みたいに単純にね、あのスターターセットのこういう線路だけにこう差し込んで、でなんかこう止めるゲームやるだけでも私全然止まらないじゃないですか。なんかぜひ同じことをやって何回で止めれたか、ぜひコメントをお待ちしております。まあ、誰でもできると思うので、いやでもしてもやっぱ普通のさ、ついてきたコントローラーと比べると、一回これ触っちゃうともうこっちがいいよね、本当にね。っていうぐらいかっこいいし、機能もいっぱいあって面白いコントローラーだったので、いろんなもんを買い足しつつ、ちょこちょこみんなも鉄道向け一緒に遊んでもらえたらなと思いまーす。悔しい、これ泣きの1回ね、ラスト1回ね、発射。あー、加速してまいりました、
こんなに速く走ったら危ないでしょってぐらい走っております。あ、やばい、あの次止めなきゃいけないの忘れて減速するの忘れて、この次止めるね。そして減速の減速の減速をして、いや、こんなに速く止めないよね。でもちょっと、あ、これはちょっとずるいんじゃない。あ、ちょもうほぼ走ってないやつでこうね、ギリギリは、ちょっと止まらんでくれ、止ま、あ、ちょ、あ、でもここで加速したらやばいじゃん。え、ちょ、以上、もちっち